どうもこんにちは。即歌塾のコボです。今回は AI アートのコーナーにお越しいただきましてありがとうございます。まあ50を過ぎてこういう風なね、いわゆる萌え萌えな絵ですね。こちらの方に手掛けをすると私も思わなかったんですけども、まあ50の手習いといいますか、絵心が全くない私でも50歳からね、こういったアートを量産することができるよっていうことで皆さんにお届けしてみこうかと思います。今回のテーマはアクアシティっていうね、まあそういったテーマで、 えー、アートをね、集めてみたんですけども、いかがでしょうかねえー、水の中に、こう、まあ、戯れると言いますか、あの、お魚さんと一緒にね、遊んでいる妖精のようなイメージになってます。まあ、おおよそ私のね、あの、性格とか人格からは想像できないような、そんなね、 柔らかくて可愛らしいイメージ感になってますけども出てくるこう美少女は、まあ、よく言うね秋葉系みたいな感じでね一昔前のそういったあイラストになってるかなと思いますけど今でも十分通用するんじゃないかなと思います、はい、じゃあちょっとねパラパラと次の絵も見ていこうかと思います次はこんな感じですはい今度はね水中から水上に出たようなイメージですけどもヒ、まあ、ひらひらーっとした、まあ、そういった衣装に、まあ、お魚さんがやっぱり周りをこう取り囲んでいるかなっていうところですよね はい。これなんていかがでしょうかワンピース風の衣装になってます。それから水と上手に絡み合って、今度はお魚さんとね、お花がちょっとちらついてますね。お魚の種類もお花の種類もよくわかりませんし、それから細かいところで言うとね、デスさんが狂っていたりとかする部分もありますけども、パッと見の画像ということで、こういうのも AI イラストメーカー、ジェネレーターで作られております。えー、私、絵心が全くないばかりか、これ原画も出してないんですよ。本当にね、 文字データだけを入力すると自動的に AI が組み取って様々なイメージ画像を作ってくれるわけなんですよね。次もこんな感じですよね。まあ言ってみれば発音ミクチャーに見えなくもないんですけども、細かい設定の中にまあ、ツインテールっていうのを入れておくと大体似たような顔、格好になるのかなってところです。これもお魚さん。なんかぶ不気味なお魚ですよね。まあ,あの 地球上じゃなくてどっか別の惑星の、まあ、ファンタジーと思っていただいてもいいんじゃないかなと思いますはいこういうのはどうでしょうかえ次々といってみようかと思いますはいこれもなんかねとってもちょっとこう素敵なな画像になってるんじゃないかなと思いますなんかねその、うん、小説の挿絵とかにいいのかなと思いますしこういった絵を組み合わせてストーリーを作るというよりもあとは受け取った人がこの人は何なのかなとかどういった能力を持っていてどんな声なんだろうかどんな性格なんだろうかとかね どんな人との関わりがあるんだろうかというのを想像していただくっていうことになります。で、特徴としてはね、やっぱ片目をつぶってるところが多いっていうのが私の今回のアクアシティのイラストの特徴になってますね。こういうふうな感じで水の中にポチャンと入っているんですけども、まあ髪の毛はね、えー、地上にいるかのようにやっぱりこう、ふわっとたなびいているって感じです。はい。こちらの方もなかなか細かいところまで手が入ってますよね。これもなかなかいいんじゃないかなと思います。 こういういなね、ちょっと小さな魔法少女につきもののキャラクターみたいなのも前方に見えますね。えこれなんてももちょっとこうセクシーな感じになってますけどもいかかがでしょうかね、まあ、こういった画風がやっぱりこう受けてるのかなというところとうんなんかそのいわゆるねオタクと言われていた世代ってのはだいぶ年をとってあれからオタクっていう言葉が生まれて30年ばかり経ちますけども今私と同じようなね50代とかになってるんじゃないかなと思います。まあそういった50代の を作り上げた30年40年かけて作り上げた文化の上にまた新しい世代がね新しい概念を持ってきてやってるのかなっていうところですよね、うんまあ、ですんでね私たちが10代の頃ってこういうのなかったんですよえ本当にうるせえやつらのラムちゃんとファンロードっていうアニメ雑誌があったくらいでえこういうの個人でねあの公開する世の中になるなんて全然思わなかったですねましてやこうやって AI ジェネレーターみたいなんで絵心のない人でも 自分の作り出ししたイラストを楽しむこと,ができたりとから、ね、非常に何かこう誇らしいっていうかあ自分でもこういうことができるんだなっていう風な50代にして今までの経験とかそれから能力とか関係なくこういった世界が自分の手の中に入ってくるっていうところでは多くの人にあのやるる気可能性を与えてくれるんではなないいかなと思いますねでこういうのを指先のデッサンとかちょっとおかしいでしょ。 でもまあ全体的なイメージとしてはちょっと感じのいいふわりとしたものとかあと水中にこうさしてくる太陽の暖かな日差しとか感じることができるじゃないですかでこういうふうに細かいところを理屈で見るんじゃなくて感じることがすごく大事なんじゃないかなと思いますよねそして同時にこれは人にいろんなあのイマジネーションを湧き起こさせるところでもありますんでねいやどれ一つとっても私もなんかちょっとね こういうの、まあ、いいいいいいのななと思いますねもう感じいいなとで人物が一人しか出てこないってところがまたよくってあのここから広がる世界観って多分見てる人によってそれぞれね別のストーリーまさにパラレルルワールドをいいっぱい作ると思うんですんで,で下手にねこう作品を作った作り手が概念を発信しない方がいいかなと本当に見た感じ受け取った感じでそれぞれの人がオリジナルのストーリーをねここから。 早期させてていいいただければいいのかなってことになってます、まあ、これなんていうのもね、足が3本に見えるでしょでも水の要請で、これは、あの、ヒレから足にこう進化していく途中だっていう説明もできますし、まあ、その他様々な解説がつけれると思うんですよ。まあこれもね、足がちょっと複数に見えますけども、そこにもね、独自の理屈をつけていけばいいんじゃないかろうかと思います。はい、これもね、なかなかいいですよね。だからこういうのをやっぱり、 の画力をつけることによってかける人もいるでしょうけどもそういうのが残念ながらねできなかった人には一つの救いになるのがこの AI ジェネレーターってやつじゃないですかねなんかこうまあいわゆるこう性的ないやらしさってのはあんまり感じないと思うんですけどどうですかねうんこれで以上になりますかねはいまあ結構なファンタジーを感じていただければ幸いです今回はアクアクシテティというテーマで水の中の中 まあ、妖というテーマでね、お届けしてみましたが、いかがだったでしょうか